どうも、最近ツイッターでね、一人でどこまで行ったことあるっていう話題がね、トレンドになってたんですよ。なんか知んないけど興味惹かれてさ、見てみたんだよね。そしたら一番最初にさ、あいつらだって出ちゃって、いや笑うとこじゃないかもしんないけど、いや一発目からさアイスランドって出てさ、一人で海外に行くっていうその行動力の高さすげえなーと思って。でも一つだけ気になってることがあって、アイスランドってどこ？はいどうもピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トロールウィズサステナンスかっこ PMWC ということで、あの PMWC ピオキングマジでウォッピーだね。で今回もグーグル先生にお願いしてサステナンス調べてまいりました。そしたら栄養って出たんだよね。なんでこのコースを翻訳すると、騙しは栄養ということになるんじゃないんでしょうか。まあ僕のこのチャンネルトロールコースで成り立ってますから、栄養というのはあながち間違いじゃないですね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.06% で、今回このコース最速が27秒だったんだよね。ショートトロール的な感じかな。さあ右上に怪しい四角があるね。この土管に入っていけばいいんだけど、この四角叩いてみます。なんもねあれ開幕バネーそれじゃあ右上の四角無視してこの土管に入っていきたいと思います。それで今気づいたんだけど、ここビッグコインオンコースだね。どんだけのビッグコイン集めなきゃいけないんだろう。1,2,3,4,5 5個だね。5個のビッグコイン集める感じか。じゃあまずこの左の土管入って、次右の土管、そしてドア攻めますね。さあまず最初にビッグコインもらえたね。はあ爆弾やらないでしょこれ。頼む爆弾で壊してよ。雲ブロックも壊せるなら爆弾も壊せるでしょ。あいやワンチャンあるよ。ここでさブロックを壊しておいて上に行けるみたいな対策バッチリ。そんじゃあここはリンクを取った瞬間すぐジャンプだね。それでバネ攻撃が抜けれるのか。さあここは右と左パックを倒して、絶対この右に行くと思うんだよね。ハハくっそ、いやまだワンチャンあるよ。この左のオープンブロック頼む。なんか救世主バタハエだそんじゃあここさ被弾して進むんだよきっと。そんで下に降りる、これが正解だねきっといや大丈夫、これ大丈夫だよね。あれ被弾した進めんくない、これ多分指で倒さなきゃいけないんだろうね、あのパック。ということで、このパック、指で倒しておいて、下に進む。でさ、左にブロックがあるじゃん。あれは爆弾で壊して、扉に入れるっていうことだと思うんですけど、その前にバネがあるな、このバネ。邪魔くせえくそ、どっか行ってくれよ。これは何？いやーやれんだよじゃあこのハテナブロック爆弾で壊しておかなきゃいけないんじゃないかな。そんで一旦被弾して先のこのドアに進める、これでもう終わりなのかな。なんでこの辺でギリギリで置くみたいな、それで合ってる。なるほど、そういう生き方があるのね。じゃあこれで骨に一旦被弾して進めるっていう感じだね。さあ下に降りて、右か左これどっちだろうね。左行ってみる、こっちが正解でしょ。なんでえこれ右下で合ってんのかな。いや右下も誰っぽくない、2分の0じゃんこれ。あ一旦やられろっていうことね、ここで。でこのドアに入ったら次の場面に進める。なるほど、最初戻ってきて、じゃあ次は青のとか、あっ待って待って、この魚野郎があっこじゃあこの青のとか入っていきたいと思います。次は何が待ち受けてるんでしょうか。このさハテナ叩いて絶対ビッグコイン取って、すぐ左これで合ってんじゃないの。熱い熱い、そしてビッグコイン取れるっていうわけね。さあここはハテナかオープンか、オープン信じます。オープンなんもない感じだね。ここでアイテムが出る、はっそっち行くの。いやどこで止まってんの、頼むって。これどうやって取るんだろうね。真下に追っておけばきっと取れる、そういう感じじゃないかな。え上に行ったんだけど、これ取れんのかな。あ取れるんだね。そしてこのつららに当たってチビになっていけと。そして左も同じような構図だね。このハテナブロック叩いてみます。いや食べたらダメだ、こっちおいで。よし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 、これで進めるっていう感じだね。さあ次はアームに乗ってどうしよう。そしてここよく見たら左下にねピカって書いてるんだよね。あのピカってピカチュウのピカかな。もしそうだったらさ、僕ピカチュウのモノマネ結構得意だから一回やってってみていいかな。ピカチュウ決めんだよじゃあここはアームに乗った瞬間右に行って、そしてこのクリモの靴を履く、完璧だね。いやこれ大丈夫なんじゃないの。そしてこのまま上に、うわ跳ね
もうちょっと上に行って、ナイス、全然ナイスじゃねえ。うそ、このブラパが上に行くより早く、あの右下に行けっていうことだね。ピカチュウ、ピカ、ピカチュウ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 。もういいや、見せるのが無理っていうことが分かりました。じゃあここは一旦クリボーの靴履いてすぐ左に逃げる。そんでこの状態からジャンプ。うわ、届かんねえ。なるほど、ここですぐ右に行けっていう感じじゃないの。そんでここでジャンプしてドアに入る。来ました、これで2つ目のビッコインゲットだね。おげじゃあここはね、砲台より先に行くことは間違いないと思うんだよね。まず行ってみて、あの砲台からキノコが出てくるとか、そんな感じかな。どうなんだろう。あ、コインだね。このガリガリ乗れる？なるほど、このガリガリこの靴でも乗ることができるんだね。さあ中間ポイント、あとは3つのドアだけだね。一旦さ、右行ってみようか。こっち右行ったら、じゃあこの上のドア、こっから攻めていくね。どんどん下に降りていきたいと思います。さあピッコインが目の前あるね。このキノコ取っていいんでしょうか。かなり引っかかりたいと思います。はだー、本当に出てくんだい。じゃあこのキノコ取ったらダメっていうことか。右のハテナもすげえ気になるんだけどな。叩いてすぐ左に行く。あっあっあっ、危ねえ。離されるところだった。でここでさ、ちくわブロック降りて、ナイスジャンプ。今のジャンプは神ジャンプだったんじゃないの。そんでこのまま左に行って当たれるっていう感じでしょ。来ました。でここでオンオフをした瞬間、右に行くと見せかけて左にダッシュ。それでこのブロックが壊れる。いや大丈夫大丈夫、このブラパが引っ込んだ瞬間ドア、これで合ってんじゃないの。よしよしよし、ここはそんなに引っかからなかったね。ここビッコイン多いけどさ、一つ一つのコースが短いからめっちゃやりやすいね。さあここはビッコインを取って、花ですね。次はエンジェル花、きっちり受けていきたいと思います。何もしなかったら大丈夫っていう感じだよね。ここは上から行く、きっとこれが正解だよ。多分合ってる。今キノコ出てきたよね。あれキノコいるのかな。じゃあここは右にダッシュ。そう、このまま入っていく。これでいいよきっと。合ってた。ここマジで一個一個が短いね。めっちゃやりやすい。皆さん、この左のブロックめちゃくちゃ気にならなかったですか。なんで僕はこのブロック叩いていきたいと思います。はっ、それじゃあ次は一番下のドアだね。このドア入っていきたいと思います。さあラスト決まっていきますか。でここはどうすればいいんだろう。一旦ビッグコイン取っていくよ。あ、右が正解っぽい。左は絶対これまだでしょ。おお、叩いてみます。はっこれにかけるしかねえ。頼む、何か出てきて。ギュン選手、くっそー、掘りたいのはこっちなんだよ。じゃあここは何もせず右に行けばよかったんだね。絶対上の四角罠っぽいな。でもそろそろ正解出た。待って、来ないで、来ないでよ、来ないでよ、来ない、来ないで、くっそー、どうしようもねえのか。頼む、早く運を変わってよ。マジでもう信用しない。あの四角とかハテナブロックとか、何もしなかったら下に降りれる、そういう感じでしょ。あれ降りれんね。右ギリギリまで行けっていうことかな。そしたらブロックが壊れる。どうだ、壊れてくれ。ナイス、そんでこの下に行けるっていう感じだね。ここは早く行かないけん気がする。どうすんでしょう。早く右にダッシュ、これで行け。やったね、どうす、一生それに乗って遊んでろ。頼むって、バケお願い、でもそんなことすんなって、友達やんか。じゃあここは度数を超えてもなおそのまま右に走っていけっていうことだね。ナイス。そしてうっそ、このアテナ気になる。叩いた瞬間左、はぁ、そういうことしてくる。アテナブロックの誘惑ってすごくない。どうしても叩きたくならない、ああいうアテナブロックって。さあここで中間ポイントで、一旦やられてラストのドア進めるっていう感じだね。トゥルトゥトゥトゥ、これでビッコイン全て集めることができました。さあ進んでいきましょう、ゴールへの道。頼む、何もないで会ってくれ。うわ、どうしよう、聞いないって書いてるよ。あの鍵を取ってこの土管に入るみたいな感じかな。頼む、よし来るよ、絶対ゴール来るよ。来たー、ゴール。これでどうゴールするだろう。アイテムから、頼む、アイテムあって、よし、キノコ、ナイス。どう
もありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。なんか久しぶりだね、一発マリオって。前回はみんなでバトル、そしてその前はスピランしたから、一発マリオがめっちゃ久しぶりに感じるんですよ。そして今回の一発マリオ、振り返ってはいけないというこのコース、コース名の通りですね、振り返らずに左上にあるドアに入れっていう感じだと思うんですよ。それがそんなに難しいのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率 0.73%で、あのドアの下にさ、長く地面が設置されてたと思うんだけど、そいつが邪魔になってくると思うんだよね。これいけるのかな。思いっきり左からジャンプしてって、左押してみるね。やっぱこうなってしまうよね。ちょっともう一回やっててみよう。あの左押すタイミングもうちょっと早くしてみるね。いや、さっきと一緒じゃねえか。これさ、勢いつけすぎたらいけないんじゃないのかな。勢いつけすぎるとさ、絶対戻れなくなっちゃうんだね。なんで絶妙なスピード調整が必要なんじゃないかな。なんで一番前らへんからやってみようか。この辺から右にジャンプして戻ってみるで。いけるわけねえだろ。いや、これ難しいね。次はじゃあ一番前の一歩手前、こっからジャンプして左向いてみるで。うわ、これでも多分届かんね。次はこのスタート地点、こっから勢いつけてジャンプして左。うわ、惜しい。でもこの辺だね。じゃあこっからジャンプして左行けばいい。これ何とか繰り返せばきっといけるよ。これ本当に難しい。30分はやってるんだけど本当にいけなくて、なんか違う攻略法が絶対あるんだよきっと。ちょっと探ってってみていい？まあ左に戻れないってことは勢いがつきすぎてるってことでしょ。なんでジャンプして左押すんじゃないで、左押してジャンプしてみる。あ、これ来たよ。左押してジャンプしても左向かないんだよね。多分一瞬の間だったらいけるみたいな。うわ、今度左向くか。多分ね、左押した瞬間ジャンプみたいな感じのタイミングだと思うんだよね。こう、うわ、むずっ。でも絶対そう、今もね、左押してジャンプしたんだよね。なんでこのタイミングでいける。ほらほらほら、きた。いけねえけど。くそーっし、これ上行ってからもなんかあんだね。だってずっと左を心配してるもん。これは難しい。上に行くまでも、いや、あっあっあっ、くっそー。せっかく行けたのに。これね、分かったことがある。下から上に行くよりも上に行ってからの方が難しい。これ、いやー、今向いてないやんか。向いてないよね。おかしい。判定がおかしいと思います。今向いてないやんか。向いてないよね。おかしい。判定がおかしいと思います。でももうちょっとでいけると思うんだよな。ここマジでむずくない？だって左を進歩してギリギリに乗ってるからさ、絶対左向いちゃうんだよね。ただ上に乗るのはね、上手くなってきてるよ。やっ。よし、絶対ゴールしよう、これで。来た、これは来たでしょ。やっ。した。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。